杉尾秀也君。はい。委員派遣について、ご報告いたします。水尾新長光月理事、柘植理事、矢田理事、岡田委員、山谷委員、塩村委員。高橋委員、清水委員、高木委員、田村委員、え、そして私杉尾の十二名は。去る二月二十日および二十一日の二日間、長野県を訪問し。 災害時における警察活動及び少子化対策等に関する実情を調査してまいりました1日目はまずこの度令和元年東日本台風と名称が定められた台風第19号により被災した長野市保安地区赤沼地区及び豊野地区を訪れちく川の堤防決壊現場等を視察し 長野県警察から市内各地において災害発生直後から実施した救助活動や要支援者の安否確認行方不明者の捜索等について説明を聴取しました警察の活動としては富山県をはじめ13県から広域緊急援助隊が長野県に派遣され連携して救助活動に等に当たったとの説明がありました また現地では台風による浸水被害を受けまして一部復旧の完了していない長野市役所豊野市署において加藤長野市長等から台風による被害および復旧に関する市の取り組みについて説明を聴取し意見交換を行いました派遣委員からは災害時の防犯対策国県市の連携上の課題被災者への支援状況等について質疑が行われました次に 平成10年の長野東京オリンピックの際にスピードスケートの競技会場として使用された長野市オリンピック記念アリーナ MWAVE およびアイスホッケーの競技会場として使用された長野市若里多目的スポーツアリーナビッグハットを視察いたしました長野市からはオリンピックを承知したことは市民にとっても今でも大きなレガシーとなっていてまた競技施設のアトリオに関しては各競技施設の設計に入る前の段階から 大会後の利用形態を検討して整備を行ったとの説明がありました派遣委員からは各施設の練習場やコンサート会場としての活用等の実情について質疑が行われましたまた長野市ボブスレイリュージュパークスパイラルにつきましては利用者が少なく維持管理に多額の経費を要することから平成29年度をもって製品を休止しているが 札幌市から2030年、東京オリンピック・パラリンピック大会招致に向けて、スパイラルをソリ競技会場として活用したいとの申し入れがあり、長野市としては現在、スパイラル活用のための覚書の締結に向けた作業を進めているとの説明がありました。次に長野県庁をを訪問しし少子化対策 it 先進技術を活用した製造業等等のの支援等の お取り組みについて説明を聴取した後安倍知事と意見交換を行いました派遣委員からは産官学による具体的な成果 it 人材 it 産業を集積させる新州 it バレー構想策定の経緯等について質疑が行われましたなお安倍知事から水落委員長に対し新型コロナウイルス感染症対策を進めるにあたり国に対し地方自治体との連携強化等を求める四項目の緊急要望が行われました さて2日目はまず子どもの森幼稚園を視察いたしました道園は長野県から信州型自然保育の認定を受けており自然の恵みと手作りの愛情を日本柱とする運営を行っているとの説明がありましたまた昨年からの幼児教育保育の無償化を受けての現場における実情や課題についての所見を伺いました派遣委員からは自然型保育が子どもの成長に与える効果 入園者の在住する市町村の内訳、幼児教育、保育の無償化に伴う事務作業の実情と負担軽減策等について質疑が行われました次に、山之内町の湯田中温泉において株式会社地域経済活性化支援機構レビックと地域金融機関の連携による資金供給や人的支援を通じて温泉街の再生に取り組んだ わくわく山の内は、訪日外国人を呼び込む観光活性化の先進事例とされていて、廃業した旅館や店舗にリノベーションを施した飲食店舗やゲストハウスの視察を行いました。 そして最後に尾布施町を訪問し市村町長らから尾布施町におけるこれまでの地元住民と行政との共同による町並み集計事業等の取り組みについて説明を聴取し意見を交換を行った後街町並み集計事業により整備された町並みの視察を行いました。 市村町長からは、小布施では民間主導で昔ながらの風情を残す町並みの整備を行っていて、近年では町内外の若者や大学、企業等との共同や交流を通じた町づくりが行われているという説明がありました。 派遣委員からは、大学との官学連携における課題、関係人口創出のこれまでの取り組みと成果等について質疑が行われました。最後になりますが、今回の委員派遣に際して多大なご協力をいただきました関係者の皆様に深く感謝の意を表す次第でございます以上で報告を終わりりますありがとうございましししたた以上で派遣員の報告は終了いたしました 本日はこれにて参加いたします。